本日もビットコインと仮想通貨にまつわる最新のニュース、そして最新のテクニカル分析を共有していきたいと思います。ビットコイン、現在2万8000ドルをサポートとして挑戦している段階ですが、果たしてビットコイン、このまま上昇継続なのか、それともビットコイン一度調整してくるのか、イーサリアム、リップル、BNB も兼ねて本日、相場の分析していきたいと思いますので、皆さん本日動画もぜひ最後までご覧になってください。ということでね、早速ね、分析の方入っていきたいんですけど、本日の動画が始まる前に、 こちら、なんと私、ビットゲットというね取引所と現在コラボをしておりまして、なんとね今、新規登録するだけでこちら 50BGB、そして任意の金額の取引完了で 20BGB をもらえるという、ね、とんでもないイベントを、ね、現在行っております。こちらね、ね日本円にしたらね約ね3000円以上がね最低でもね 手に入るといね計算なんでもし、ね、興味がある方は、ね、とんでもない、ね、お得なイベントなんで説明欄から、ね、こちらから、ね、登録できるのでぜひ見ていってください。ということで早速、ね、こちら、ね、取引の方、取引じゃないですねテクニカル分析の方入っていきたいんですけど現在ビットコインはこちら2万8000ドル付近のサポートを、ね、力強くホールドしている状態でございますこちらを2万8254ドルのサポートゾーン こちら見ていただいて分かるとおり、この28,400ドルを4時間足の実践を、この価格帯より下で確定せずに、ね、ものすごく、ね、力強くホールドしている状態でございます。そしてこのね、冷やしでこちらの価格帯をね、見ていきたいんですけど、まあ、この価格帯、どういった価格帯になるかといいますと、まあ、ビットコインが冷やしてもなかなかに意識しているこちらのサポートゾーンでございます。まあ、このようにね、冷やしで何度も何度もビットコインが意識していることから、 かなり重大な価格帯だということがわ、ね、かると思いますのでビットコイン4時間足を見てわかる通り、ね、かなり、ね、力強く現在、ね、この価格帯をホールドしている状態でございますそしてビットコインこちらのボリンジャーバンド私がよく、ね、使用しているインジケーターボリンジャーバンドの4時間足 20MA を現在こちらサポートとしてホールドしている状態でございます短期,的な強短期的に強い上昇が見れる際ビットコインはこの4時間足の 20MA を ホールドする傾向性があります。傾向があります。そしてビットコインは現在、こちらのサポートを現在サポートとして反発ね、この 20MA を反発していますので、なかなかね、力強いね、形成をしております。そしてこの4時間足より上で、このように何度も何度も、下値を、やす、たか、や、下値を確かめていきましたけど、このようにね、ヒげを作ってね、反発したことから、なかなかね、この価格帯ね、 意識されていいいいるる強いサポートだとととうことがね分かると思いますのでビットコインね、このサポートね、この28,250ドルより下で4時間足の実践を確定しない限り、このままね、私ね、上昇する、ね、可能性がね、高いかなと考えております。で、こちらのね、インジケーターを見ていきたいんですけど、ファンディングレート。はいこのファンディングレートの方を見ていきたいんですけど、このようにファンディングレートも取引所によってはネガティブなんですよね。 これどういうことかと言いますとロンガーがショートある大きいときはこのファンディングレートがポジティブになるんですけど現在さまざまな取引所でこれがネガティブになっている状態なんですよどういうことかと言いますとこの価格帯でショートを打ち続けているトレーダーの方が多いといったことです簡単にどういうことかと言いますとさらに簡単にどういうことかと言いますと、まあ、下目線の人が上目線より多いといったことなんですねのでショーターが、ね、今現在入っている状態ですそしてこの2 25, 万5250ドルを 数日間ね、約2日間にわたってこのサポートをね、力強くホールドしており、この4時間足 20mA もね、反発していることから、なかなかね、こちらがね、力強いサポートだということがね、うかがえるんですけど、まあ、ビットコインね、このファンディングレートも考えますと、ロンガーよりショーターが今現在ね、増えてます。そしてこちらのオープンエントレス見ていきたいんですけど、新規縦局件数、ビットコインの全体のポジション数を表すチャートなんですけど、まあ、こちらね、 この上がねス、ステーブルコインマージネリーコントラクトで、下がコインマージネリーコントラクトなんですけど、上が USDT を USDT で取引しているポジション数、そして下がビットコインを担保に取引しているポジション数なんですけど、こちらね、見ていただきたいんですけど、ここ、これ1時間足のチャートなんですけど、見てください。このステーブルコインコントラクトね、ステーブルコインの方、USDT の契約数より、 こちらね、コイン建てのン約数の強くね、減少しているのがね、分かると思います。はい。で、これ、どういうことかと言いますと、ロンがね、このコインマージナルコンタクツね、ビットコインで、ビットコインを担保に取引するっていうのがね、どの取引所に、ほとんどの取引所にあります。バイナンスでも、ビットゲットでも、バイビットでも、まあ、どこにでもあるんですけど、これがね、減少するということは、市場に対してトレーダーは弱気だという証拠なんですね。だって、もし強気であれば、 ビットコインを担保にロングを入れるはずなんですね。で、強気だということは、ビットコインね、言ったら現物を保有しながら、その現物を担保にレバレッジのトレードを入れられるわけなので、もう少しね、相場が強気でね、上目線の人が多いのであれば、これね、コインコントラクトが上昇するはずなんですけど、これ現在ね、減少しているということは、相場に対して下目線の人が多いといったね、証拠なんですよね。そしてこちらの u s d t コントラクトも見ていきたいんですけど、まあ、このようにね、 少し上昇しているのが、ね、分かると思います。そして下落幅も、このね、コイン建てのコントラクトね、コイン建ての契約数よりもはるかにね、少ないというのが、ね、分かると思います。なんならね、この辺からね、ちょっとずつ上昇していっているので、これどういうことかと言いますと、おそらくね、ショーターが今現在増えてるんですよね。で、このファンディングレートもネガティブだということを考えますと、見てください、これ予想値のファンディングレートね、 瞬間的なファンディングレートを、ね、こちらに、ね、表示させるんですけどどシ今、ショータがなかなか入っているという証拠なんですよね。ので、このことから、ねこのデータを、この2つのデータ、そしてこのビットコインは2万5400ドルを強力強くホールドしていることから、ビットコイン、このまま上昇していく、ね、チャンスが、ね、なかなかあるのではないのかと考えています。 でこの5時間足ボリンジャーバンドが収縮した後皆さんね何が起こるのかねご存知だと思いますけど、その大きな動きが生まれてくるんですよ。ので、ビットコインがこの2 25, 万5000円、250ドルより上で力強く連獣を継続することができるのであれば、ビットコイン、このままね私上にブレイクする可能性はね高いと考えております。じゃあもし ビットコインがこの25,250ドルをホールドしない場合、その後、ね、何を私たちは考えないといけないのかといいますと、まあ、こちらのサポートゾーン、私ね第一に注目しています。ロングゾーンとして。この27,700ドルのサポートゾーンね特に私は、ね、意識しています。そして、その下のンの27,200ドルのサポートもね私ね注目していきたいです。そして、なぜ、ね、私がこの2つのサポートゾーンを注目しているかといいますと、はい、まずね、27,200は、こちら。ビットコインが今まで レジスタンスとして拒否してた、こちら、ね、重要な価格帯でございます。そして一時期ビットコインが28,500ドルまで上昇した後も、この、ね、27,200を、ね、一時的にサポートとして、ね、意識していました。ので、かなり、ね、ビットコインが、ね、意識している、ね、価格帯だということが、ね、皆さんねこれ分かると思います。そしてこのように、ね、さらにこれ広げていきたいんですけど、このサポートゾーン。この数ヶ月もの間、ビットコインがずっと意識している、ね、価格帯だということが、ね、分かると思います。 ので、ビットコイン。はい。このね、27,200。もう一度挑戦したとしても、健康的なね、全然健康的な調整だということなんで、27,200。なんならここまで下落してくるのであれば、27,200から27,400ですね。細かく言うのであれば、まあこの下。この価格帯まで下落していくのであれば、私ね、ここでね、ロングね、ビットグレートなどでね、入れていきたいと思います。はい。まあこんな感じのね、まあ、トレードね。 まあその時その時で相場が動いてくるので、一概には何とも言えないですけど、こんな感じのねトレード。とりあえず27,200、4時間足などでもっとね細かいエントリーズを見ていきたいんですけど、この株の流動性で27,200ですね。27,200でまあちょっとしたねストップロスみたいな感じで、してここのレジスタンスあるんでね、こんな感じのトレードもね入れていけるかなと思います。もしかしたらねこの実践部分まで下落してくる可能性あるんで、そうしたらね、 これ2万7000ドル、ね、2万6900ドル付近もエントリーも、ね、考えないといけなくなります。そしてストップロスはどこに置くかと言いますと、このロースガシのね株、ねまあ、でもいいんですけど、まあ、こんな感じで流動性刈り取り、ね、ここに、ね、ストップロスを置いていくんで、ロングがロング側は、ここのです、ね、ロースガシの株、ね、付近に、ね、ストップロスを置く傾向があるので、逆にここの流動性を刈り取ってから反発することもあるんでね、ね、まあ、こんな感じの、ね、これどこでも、ね、使っていける、ねまあ、小技というかテクニックなんで。 はいまあ、そんな感じでね、皆さん使ってみてください。ストップロスはね、この大抵ね、この安値のちょっと下に置きます。で、安値のところに置いていきますと、だから、ロンガーのストップロスと同じところに置いてしまったらダメなんで、もうちょっとね、広めとかに置いていきたいんですよね。ロンガーのストップロスが刈り取ってから上昇していくんで、大抵。はいまあ、そんな感じのね、意識していきたい感じでございます。そして2 7200は4時間足で見ていきますと、まあ、このロースク足があるところなんですよね。 ブロックがあるんで、直近のねこのようなね、ねこういった陰線という陰線がね少しね挟んでるところって意識されるね傾向がありますので、まあ、この2 7000ドルあたりね、ね2 7 700から800ドルあたりもね、まあ、注目していきたいなサポートかなと思っております。はいそしてなんですけど、まあ、昨日の動画で、ですねあと私のツイッターでもねこちらね話したんですけど、 まあこのね一時的な上昇の,ねこのねおさらいしていきたいですねまあ答え合わせなんですけど、私、このようなツイートをしましたビットコイン短期ロングセットアップファンディングレートネガティブ長期間ね2万8000をね推移3角国持ち合う形成200日 MA をホールド1時間足ボリンジャーバンド収縮ということからまあこのようなねパターンがあったからねこれ上昇していく可能性が高いと話していたんです。と,と上昇は はい、ファンディングレート、このようにネガティブだったんですよね。ショーターがこの価格帯で入り続けていったことから、これ、一旦ね上昇する可能性高いと思ったんですよね。そして、その後何が起きたのかと言いますと、まあ、上昇が生まれました。ただ、まあ、注目していたのは、この2万9200ドル付近までは到達しませんでした。はい、って感じなんですけど、まあ、このように、まあ、このような、ね、パターンとか引いていきまして、その時のファンディングレートから、ね、判断していくと、まあ、これを短期的な、ね、簡単なトレードも、ね、取っていけるんで。 そんな感じで短期トレードもね、長期トレード、ビットコインはね、長期で現物をホールドするのが一番賢明なんですけど、その他にもね、短期トレードで、相場退屈なんで短期トレードでビットコインの枚数をね、増やすなどね、そのような感じで私ね、立ち回ってる感じなんで、はい、長期的にもね、見つつ、短期的なトレードもしていきたい感じでございます。そしてね、まあパターンとかね、今見られますかね、ビットコイン。対してね、パターンとか見られないんで、まあ、こんな、まあ、これはまあ、 こんな感じでも引きますけどね、これはね、あんまりね、強いねパターンじゃないんで、これはね、あまりまあ無視していいかなと思います。はい、まあそんな感じでビットコインの分析ですした、そしてビットコインドミナンスの方を見ていきたいんですけど、ビットコインドミナンスね、現在もなおね、上昇を継続させております52.17%までね上昇しておりね、一旦ね、このレジスタンスが入ってくる状態ですで、もう一旦ね、一度ここでね、ビットコインドミナンスね、この52.17%で拒否したのですけど、その後下落して、まだ再度ね、高値をね、 挑戦していることからビットコインドミナスが,まま上,昇ナスが上昇する際にはビットコインが大きく下落した際またはビットコインが大きく下落した際に大きくビットコインドミナスが動いてくるのでもしビッ,トコインドビットコインがこのまま大きく、ね、2万7700とか2万7200まで急激に下落するのであればビットコインドミナスがおそらく上昇していくことを、ね、忘れないでください。 ビットコインドミナスが上昇していくということは、アルトコインはビットコインに対して良いパフォーマンスを示せないんで、ビットコインが資金を吸収してるんで、それがビットコインドミナスっていう意味なんで、ビットコインドミナスが上昇すればするほど、ビットコインの方がパフォーマンスが良くなり、アルトコインはビットコインに対して暴落する。簡単に言いますと、ビットコインを、アルトコインを買うならビットコインを保有する方が賢明だということでございます。続いてイーサリアムの方も見ていきたいんですけど、サリアムもね、はいこのように、 ビットコインは力強いのにもかかわらずイーサリアムは弱い値動きをしている状態でございます。まあ、このようにね安値を切り下げている、ね、段階で上値がねがものすごい、ね、重い、ね、状態になっています。はい、このレジスタンスを切りてます。このレジスタンス拒否しています。もう安 n 切り下げてねもう完全な下降トレンドになっている状態でございます。まあ、イーサリアムね、まあ、ビットコインで比べてこんなにも弱いとてわけなんです。けどイーサリアム b t c のチャートを見ていきたいんですけどね、まあ、このように、まあ、イーサリアムがね、 ネーションでも話してましたけど、イーサリアムがビットコインに対して、ねまあ、大暴落するであろうと。そして狙っているターゲットは0.04。イーサリアムがビットコインに対して0.04付近まで下落するのであれば、イーサリアムのロングを考えたいといった、ね、ところでございます。まあ、かといって,言って、ね、イーサリアムが、ね、反発しないといった、ね、状態ではないんで、現在このように週足のボリンジャーバンドはみ出ています。このように週足のボリンジャーバンドをはみ出る確率はもう極めて低い状態となっています。約、ね、3%以下となっています。そして RSI の方を見ていきたいんですけどね、 RSI もおそらくね下落かなりね強く下落していると思うんですけど、その前に200種移動平均線もこのようにね青の移動平均線、こちらね反発しています。RSI も見ていきたいんですけど、RSI もねこのように週足のね30レベルまで下落しているので、まあ、30レベルまで下落することねほとんどないんで、一度ね反発をね伺ってもねおかしくない状態でございます。はい E スタイアム、ね、まあ、チャート的にはものすごくひどい形ですね。これはもし E、ね、スタリアム、ここの、ね、サポート。 割ってしまうので、あれば次に、ね、私注目しているサポートは、ね、この1487ドル。そしてこちらの1360ドル付近、ね、ロングとして、ね、見ていきたいという感じですね。特に1360ドルのロングゾーンは、ね、注目していきたい状態なんでずサリアもねその価格帯の注目していきたい状態でございます。で、続いてリップルの方も見ていきたいんですけど、リップルも,、はい、もうかなり値、まあね、動きがね。 弱い状態ですこちらの週足レベルの超重大、ね、レジスタンス0.55一度はこれね裁判勝としてブレイクしたのですけど、まあ、前回重要だったレジスタンスはサポートにね展開するはずなんです転換ねすればね継続見られるんですけどこのようにね一度でねこのね超重大レジスタンスをね下は、まあ、超重大レジスタンスは超重大サポートに変換するのでこのね超重大ね0.55エリアをね 割ってししままいましたそして再度、ね、サイドこちら、レジスタンスとして、ね、確認しているのがねこちら、分かると思いますので、イーサリアムじゃないですね、リップルね、このまま下落する、ね、可能性がね、私、高いかなと考えています、0.33とかね、もうこのあたりの価格で、ね、注目していきたいですね。とりあえずね、リップル、この0.51をね、冷やし確定でブレイクするのであれば、もう一度この高値ね、目指してくる段階だと思いますけど、まあ、これね、超重大レジスタンスなんで、私、ね、リップルね、まあ、さらに下落していく、ね、可能性がね、高いと思ってるんで、まあ、リップルはね、ショートの一択ですね。はい ついてね、BNB の方を見ていきたいです。まあ、このようにアルトコインはね、本当に何もしないんで <laughs>、まあ完全にねトレードするのであればねビットコインでね、まあ、積み立てるのであればビットコイン一択なんですけど、まあこのようにね強い下落が継続してるんで、まあ、ショートとかを狙っていくのもありかなと思っております。まあ、このように週足で見ていく感じね、はい <laughs> まあサボドレジスタンス変換、もサボドレジスタンス、まあ、このように、ね、安に切り下げてるだけなんで、もしね、BNB、 週足にこのように確定するのであれば大きな今現在、上引き作ってますけどさらに下落してきてこの179ドルそして現在こちら210ドルというのは とてもね、とてつもなくね、BNB の歴史にとって重要なね、価格帯です。もしこれをなくしてしまうのであれば、179、143、116も狙ってくるんで、まあ、ここホールドするのであれば、まだね、この上層部狙ってこれますか、260ドル。す、ま、べ、あ、てはね、ビットコインのね、健康によります。ただ、ビットコインドミナンスがこれから上昇していくことを考えますと、BNB がね、さらに下落していく、ね、可能性ね、高いかもしれません。ただ、BNB が USD 建てでね、即落ちしている可能性はあるんですけど、 まあさっきも話している通りビットコインドミナスが上昇しているんではい BNB、まあ、がねビットコインだけで、ね、暴落するのはね目に見えていることですのでおそらくねこの BNBBTC もね、まあ、とりあえずね私が注目しているこちらの価格帯この0.0048この価格帯までね BNB で私はね購入していきたくないんで逆に ここね、BNBBTC、ここで購入するのであれば、ビットコインドミナンスも同時に反発して、BNB で何か稼げるチャンスかなと思うんで、BNBUSD とかね、例えばアルトコインをトレードする際には、ドル建てのチャートだけを見るのではなく、ビットコイン建てのチャートも見まして、そのビットコインに対してのバリエーションも考えて、そしてドミナンスのバリエーションも考えて、ちょっと今変わりすぎだなという感じで、じゃあアルトコインに資金が回ってくる可能性ありますよね、みたいな感じの判断をして、 トレードするのがね、私に、ね、お勧めしている状態でございます。で、USDJPI を見ていきたいんですけど、クリプトが動いてないとき、暗号資産が動いてないときは、このようなね、銘柄で稼いでいきたいんで、こちらも一応見ていきたいんですけど、まあ、大して大きな変化は、ね、ないですね。とりあえずね、このドル円で、ね、20MA をね、このように力づくサポートとして反発してるんで、まあ、このサポートをホールドする限りね、このまま強いね、上昇が生まれてくる状態でございます。で、4時間史な,などの細かいタイムフレームでも見ていきますとね、 まあ、まあ、もう本当にレンジですね、強い、ね、動きがないんで、ただボリンジャーバンドも、ね、収縮してきてますので、冷やしのボリンジャーバンドも収縮してきてるんで、しばらく、ね、もう少しレンジが、ね、続いてから、ね、方向性がう、ね、かがえるかなと思います。とりあえず、ね、ドル円ねこの148.65円で割ってしまったらゲームオーバーなんで、冷やし確定で割ってしまったらゲームオーバーになりますので、ただ、今のところ、ね、強い上昇トレンドを継続している形なんで、このままであれば上昇継続で152.8円などでね、ショート狙っていきたい感じですけど。 はい、まあ、そんな感じでございます。で、まあ、このね FX だとかねゴールドとかもねトレードしていきたい方は私、ね、FXCT 使ってます。この取引所だったら、USDT とかビットコインを担保にドル円取引できるんで、マンゴー資産を保有しながらねここでね、まあ、ちょっとねビットコイン増やすね枚数、ビットコインを増やす機会になりますので、まあ、興味があればねぜひね説明欄の URL からね FXCT 登録したらね2万円もらえますので、ぜひ見ていってくださいはい。 そして経済指標をね最後に見ていきたいんですけど本日の経済指標ま大してね重要なものないんですけど、前週分、新規失業保険申請件数とか、ね星3のものないんですけど、本日、ね夜中の1時ですね夜中の1時からパウエル議長のね発言があります。これによってね大きくね相場が変動してくるんで。 まあこの発言がありますよと、まあ、生放送してるんですけどさすがにちょっと夜遅いのでごめんなさいできない状態でございます、まあ、それ以降はねそんなにも重要な発重要な経済指標はないんで、まあ、そこまでね注目,しないい注目しないといけないものはないかなと思ってますただね突発的なね発言などがありましたら、ね、相場を大きく動くんで私に、ね、大きなねそういった発言ないと思いますけどね一応ね、ねねこちら取、ね、ードしているのであればねポジションをねクローズするなどねねちらね考えてみてくださいはい そしてニュースの方に入っていきたいと思います、最後に。特集、サム・バンクマンドフリード氏 DM による批判的な発言が法的で取り上げられると。法廷で取り上げられる。バンクマンフリード氏のツイッターのダイレクトメッセージが法廷で調査された。で、その中では n b のの、ね、スター、シャッキー,ルオニール・オニール氏からの仮想通貨の規制に対しての発言や、バンクマンドフリード氏の自身の規制に対する考え方などが明らかになったって感じなんですけど、このバンクマンフリード氏は誰になるかと言いますと、こちらね。 見たことあると思いますけど、見たことのない方はね、こちら、ね、FTX といったね、去年の12月に破綻した取引所の、まあ、ファウンダーであり CEO の方なんですけど、このちらの方がね、顧客の資産でね、勝手にね、まあ、トレードをしていたことからね、まあ、こちらね、まあ、逮捕されてね、まだ現在裁判中といったね状態でございます。そして法廷での話し合いでは、FTX が破綻した暗号資産会社とのマーケティング契約として、 バスケットボールの伝説であるシャキー・オーニー・リ氏に約75万ドル、約1億円もね、払ったことが明らかになったみたいです。で、バンクマンドフリード氏は FTX が昨年倒産したことを受けて、7つの刑事罪で起訴されていると。はい でも彼はね、えー、これをね、否定しており、検察は彼が取引所を適切に管理せず、資金を混同させると主張されてるって感じで、今後の裁判はさらに4週間続く予定でありますって感じで、まあ、最新のね、えっ、ー、と、サムシのね、ニュースね、こちらね、ゲットすることができたのでね、紹介しました。で続いてね、速報 DeFi プロトカルね、Platypus Finance、Platypus はい、発音当てるか分からないですけどセキュリティ侵害で盗まれた資産の90%を回復という感じで先週、セキュリティ侵害で盗まれた資産の90%を,回,、まあねセの90をね、回収したと、ね、発表しました。でプロトカルの純、ね、損失は、ね、1万8000アバランチで、まあ、17万ドルぐらい約2300万円ぐらいなんですけどハッカーが自発的に資金を返還したため法的措置は取らないことを保証すると。 いう感じでだったら最初からハッキングこうやってビビってしまうんだったらハッキングしするなよって感じですね。で最後にこちらね Chain a n a l y s says, s a y s some reports might be overestimating over crypto's role in terrorist financing ということで最近戦争がねイスラエルと分え、まあ、ほっぱイスラエルと始まりましたねこちらね、えっと、こちらの,の資金がねね、まあ、あとねテロ関係にテロ関係に仮想通貨が使用されているのかと 言った、ね、ニュースなんですけど、こちらがね、まあ、こちらの情報は嘘かもしれないと、誤人かもしれないといった、ね、ニュースとなってます。でも、はいこちらで、こちらのレポートによりますと、まあ、仮想通貨が、まあ、こちらの資金調達に資金調達において、戦争やテロリズムの資金調達において大部分を占めるのは、まあ嘘であると。はい、でも、確かにテロ,テロリスト、ね、ファイナンシング、ね、テロリストの資金,資金補充に こちら仮想通貨ね少なからずもね使用されてるのは事実ですけどただねそれはねまあかなり小さいとはいそしてほとんどのほとんどっていうかねテロリストねオーガニゼーションステロリスト組織は仮想通貨をね使用してねまあ資金調達もしますけどほとんどは歴史的に見ていきますとねトリディショナルフィアベースメッセそジ such as financial i テ s t i t u t とかねまあ普通に銀行送金などをね使用してあとね自,自社のね 自社,自社の会社などを使用してね送金とかするといっ,った、ね、感じとなってますはいので別に仮想通貨はねそこまで大きく使用されてないって感じでなかなかね仮想通貨は、ね、ネガティブなイメージありますけど、まあ、そこまで仮想通貨ね使用されてないといった状況となっているみたいですので仮想通貨にとってはねポジティブな情報となっております、まあ、という感じで最後までご視聴ありがとうございましたまた、えっと、次回の動画でお会いしましょう、まあ、最後になんですけどねましねまたグループ 入られてない方は、ね、この説明欄に、ね、こちら、LINE グループ、Discord グループね、3500人以上、3000人超えのグループが2つありますので、まだ入られてない方はね、損を知るんで、今すぐに、ね、入るようにした方がいいかなと思います。これ Twitter もね、こちらね、最新の、ね、レポートや分析、そして Instagram で私のね、プライベートや、ね、ポジション、公開していきたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。